今回ですけども、最近ライトが暗く感じるので、ハロゲンの電気を交換しようと思ったのですが、ヘッドライトの表面に曇りがあるので、こちらを磨きたいと思います。ヘッドライトはもともと樹脂製なので、表面の方がコーティングされております。保存状態にもよりますが、5年とか8年くらいになると、コーティングが剥がれ出して、黄ばみ等が出て曇り出します。ですので、ヘッドライトをペーパー等で研磨した後にクリアコーティングをするのですが、最近ではですね、ウレタンクリアなども流行っていると思います。でも今回は、それほどひどい状態でもなく、この車は来年か、今年いっぱいで廃車となりますので、こちらのですね、ピカールとポリメイトクリアのみで、綺麗にしたいと思います。ピカールのみでも十分綺麗になるとは思いますが、表面のコーティングがされていないので、2ヶ月とか経ってくると、少しずつ曇りの方が出てくると思います。2、3ヶ月おきに磨けば、それでもいいとは思いますが、ポリメイトクリアの方で保護しておけば、より持続すると思います。ではですね、早速磨いていきたいと思います。こちらですね、ピカールで磨き上げた状態となります。次にクレポリメイトクリアでコーティングします。こちらは新しい布を使って少量吹きかけながらコーティングしていきます。はい、こんな感じで簡単にできますので、ご参考にしてください。はい、こちらがですね、ピカールと、ポリメイトクリアで、施工した後ですね。はい、こんな感じで結構ね、手軽にできますので、ご参考にしてください。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。